まあ世の中ガーシー一色になりましたねガーシー隠蔽一色だったところからガーシー一色になってでジャニーズ事務所は退場していくというねまあ世代交代かなというところでございますガーシーね51歳ですねロスジェネ世代ということでまあなんかもともと車やったりアパレルやったりとか才覚はあってねすぐに2億3億稼ぐ人だったんですよでもあんまり知られてないですよねで あの、暴露しながら知られるようになったんですけどもでもね暴露したガーシーが逮捕されてますけども暴露された方の罪の方がかなり重いと思いますよなんか未成年引行とかを中心にね <laughs> ひどいことばっかりですよね <laughs>